はい、923回始めます。3月31日、です。入ったばっかりですね。はい、季節の変わり目、皆様どうお過ごしでしょうか。ね、まあ私のいる宮城県まだね、桜ね、もう咲いたかなと思ってね、今日昼間ちょっと車で回ったんですけど、あんまり咲いてないですね、まだ宮城県は。うん、まあまあつぼみんとこもあるし、ちょっと咲き始めたところもあるしぐらいな感じで、満開はどうだろう。まあ今週末はちょっと早いかなっていう感じですね、宮城県の場合。はい、まあ東京とかあの西の方はもう特にもう満開なんじゃないですかね。はい、もう散り始めるんじゃないですか、そろそろね。はい、どうでしょうか。花見もね、全然行けないですね、私も。うん、一人だとやっぱりね、なんていうか寂しいというかね、行きたいところなんですけど。うん、まあアラフィフぐらいになるとね、あと何回桜、見れるかなっていうね、考えちゃいますよ。うん、これから人生でね、うん、まあ年に1回しか咲かないんでね。と、うん、いうことで、今回923回、まあちょっとした、ストーカーまがいの話ですね。テレビユー山形からですね、知人女性の玄関の鍵の差し込み口に接着剤を流し込みということでね、42歳、器物破損の疑いで42歳の男逮捕ということでね、容疑を認めているということで、知人女性のアパートの玄関ドアの鍵の差し込み口まあ鍵の穴のところですね、接着剤のようなものを流し込んで、まあ、使えないようにしたということで、3月29日42歳の男が器物破損の疑いで逮捕されましたと。逮捕されたのは、まあ、山形県寒河江市に住む派遣社員の42歳の男ですと。警察によると、まあ、今月27日から28日までの間に山形県村山地方のアパートの玄関、のドアの鍵の差し込み口に接着剤のようなものを流し入れて固め、使えないようにしたと。この部屋には男の知人女性が住んでいて、まあ、知り合い、どういう知り合いなんだかね、犯行当時は外出していったと、女性はね。で、帰宅した女性が被害に気づき、被害届を警察に出して、まあ、捜査の過程で男が浮上したと、男は容疑を認めているということです。ということで、まあね、何かトラブルがあったのかなかったのかね、その2人の間にね、まあ、知人女性っていうことですけども、まあこれね、まあ、いわゆるストーカーみたい、何かこの女性から男性にね、過去になんか、まあまあまあね、どっちが恨んだとか恨まれたとか、あとは付き合ったとか付き合ってないとかね、そういう男女間の何かあったのか分かんないですけども、まあ独り身の女性の方がね、まあこれ既婚の女性もそうですけど、やっぱり住所、自分の住んでるところをね、知られるっていうのはね、やっぱり危険ですよね、このご時世、令和のご時世ね。まあ、今日もね、これからまだ喋る内容、まだまだあるんですけども、やっぱり多いですよ。なんでね、もう個人情報の中でも、まあ、名前はしょうがないですけどね、ある程度。生年月日とか、あと、まあ、住所。この2つはね、やっぱりね、簡単に外に漏れないように、まあ、企業側も、そうだし、まあ、個人の側も、やっぱりね、この個人情報の管理っていうのはね、徹底しないとね、これね、玄関のドアに接着剤流し込まれて、使えないようにされたら、本当ね、困りますしね、実際、その日どうするのってことになるし、鍵屋さん呼ぶって言ってもね、まあ、簡単にね、諭吉さんが飛んでくような金額になりますから、これは迷惑この上ないですよ。まあ一旦こういう被害あったら、まあこの女性もそうでしょうけど、そのアパートとかね、マンションとかね、ちょっと住めないですよね、怖くてね、その後ね。本当にね、こういう男が多い。好意を持ってたのか、恨みがあったのか分かんないですけど、こういうことはね、やっちゃいかんですよ、42歳。はい。まあ、異性にはね、やっぱりあんまりね、執着しないようにということですよ。これがね、まあ、口で言うのは簡単だけどもね、まあ、人間なんでね、
なかなかね難しいんですけども、あっさり行きたいですよね、うん、本当に。まあこういう迷惑かけるようなことはやっちゃいかんということでね、まあね、これ見てる方、年配の方多いと思うんですけど、おそらくね、私の年齢ぐらいの方、まあやっちゃいけないですよ、うん、特に異性、うん、もっとね、スマートな感じでやったらいいんじゃないですか。やったらっていうか、何もやらないのがいいですよ、うん、はい、気をつけてくださいということでね、923回、ね、こうやって名前出ないように。はい、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。